宮城関水ハイムスーパーアリーナの前に、ファンたちはすでに集まっていた。彼らは心躍る期待感を胸に、今か今かと待ちわびている。平野翔、紫太、神宮寺裕太に会える瞬間が迫っているからだ。手にはカメラやスマートフォンを持ち、会場周辺で写真を撮り、SNS に、ハッシュタグノーイチツアーアンダーライン宮城ギ a ー2のハッシュタグをつけて投稿するファンたちの姿は、まるでフェスティバルのようだった。 仙台駅のニューデイズで販売されている、ホヤおにぎりを手にした人たちも多く、ファン同士で、騎士くんにも食べさせたいねと会話する姿が微笑ましい。会場に入ると、ファンたちは熱狂の渦に包まれる。友人が偶然当ててくれたという解放席で、急遽車を飛ばしてやってきたというファンもいる。平野翔が、座ってねと優しく声をかけても、花道を歩く彼の姿に夢中になり、誰も席に座らない。 何度も、ゆっくりしてね、と呼びかける彼だが、ファンたちは彼の姿を一瞬たりとも見逃したくなくて、ついたったままでいる。そんな光景に微笑みながら、翔くんは少しだけ怒ってみせた。その可愛らしい仕草に、会場全体がほっこりとした雰囲気に包まれる。このライブは特別だ。宮城関水ハイムスーパーアリーナは約7000人の収容キャパシティを持ち、 どの席からもアーティストたちを間近に感じることができる。この場所で、平野翔、元優太、神宮寺勇太の3人は、ファンと一体になってライブを作り上げている。彼らは、ファンに会いたいという気持ちを一言一言に込め、誠実さが伝わってくる。どの瞬間も大切にされ、どのファンもその場にいることが特別だと感じられるような演出が光る。昼公演では、 特に MC の時にファンとの距離感が一層縮まった。アリーナ席はもちろん、スタンド席からも彼らが見えるように工夫されたステージ配置に、すべてのファンが楽しめる構成となっている。遠くの席からでも彼らの表情が見えるようなスクリーンの演出や、ステージを歩く際の目線合わせの技術は、まるで目の前にいるかのような錯覚を覚えるほどだ。肉眼で彼らの姿を確認したファンたちは、 その美しさやダンスの完成度に圧倒されていた。ライブが進行するにつれ、会場内のボルテージはますます高まる。彼らのパフォーマンスに診断割れたファンたちは、まさに一体となって盛り上がっていく。特に、ナンバーアンダーライン愛が演奏されると、ファンたちは感極まって涙を流し、声を震わせながら応援のコールを送る。この瞬間、誰一人として置いていかれることはなく。 全員が一つの大きな愛に包まれている感覚を味わうことができる。幸せだと涙ぐむ声があちこちから聞こえ、銀テープを譲り合う優しさが広がる。その夜、雨が降りしきる中でも、会場の熱気は一切冷めることがなかった。外で待っているファンも含め、全員が雨に打たれながらも心は晴れやかだった。夜、公演を控えたファンたちは、昼公演の感想を SNS に投稿し、 夜のステージに向けてさらに期待を膨らませている。岸くん起きてる、というリプライが飛び交い、夜公演も盛り上がっていこうと互いにエールを送る姿は、まるで長年の友人同士のような親近感に満ちていた。ライブの内容自体も圧巻だったが、特にファンの間で語り草となったのは、神宮寺優太の歌声だった。倍24、7のパフォーマンスでは、彼の声が会場中に響き渡り、 そのビブラートが鳥肌を立たたせるほどだったという多くのファンがまるで心の声が漏れてしまったかのようと感嘆し彼の成長と実力を改めて感じる瞬間となったまた岸優太の無造作な髪型やサングラス姿そして彼の軽快なダンスに会場全体が釘付け家になる場面も多かった特に印象的だったのはライブ中に一瞬の交流が生まれた瞬間だ ファンとアーティストの目が合う瞬間は、まさに時間が止まったかのような感覚に包まれる。あるファンは、ステージ横のスタンド席から、ずっと岸く君や翔君の姿を追い続け、二人と目が合った瞬間、本当に存在していたんだと呟いたという。その感覚は、ファンにとってまさに夢のような時間だった。夜公演では、さらにエネルギーが高まった。雨にもかかわらず、スタンド席はもちろんのこと、 アリーナ席のファンたちも熱狂的に応援を続けた。彼らの i l イズへの愛は、まさに無限大で、3人のアーティストもその期待に依頼ようと、全力でパフォーマンスを披露した。翔くんがサングラスを外して微笑む瞬間や、神宮寺くんがステージ上でファンに向けて小さく手を振る場面は、ファンの心を完全に捉えていた。ライブが終わる頃、会場全体には大きな感動が広がっていた。 誰もがその場から去りたくない気持ちを抱えていたが、同時に胸の中には、彼らと共に過ごした幸せな時間の記憶がしっかりと刻まれていた。また会える日を楽しみにしている、というメッセージが、ファン一人一人に送られるような温かさが、ライブの最後を飾った。宮城のライブは、ただの音楽イベントではなく、ファンとアーティストが共に作り上げる特別な空間だった。彼らのステージ上でのパフォーマンスだけでなく、 ファンとの直接のやりとりや一体感を大切にする姿勢が、このライブをさらに特別なものにしていた。どの瞬間も、彼らの言葉や動作からは、ファンを大切に思っている、という気持ちが伝わり、観客全員がその愛に包まれていた。このライブを経験したファンたちは、次のライブにも必ず足を運びたいと思ったに違いない。たとえ雨が降りしきる中であっても、 何時間でも待つ価値があると感じさせるほどの魅力が、このライブには詰まっていた。翔くん、岸くん、神宮寺くんが作り上げたこの特別な空間は、永遠にファンたちの心に残り続けるだろう。そして、彼らの未来のステージにも期待が高まるばかりだ。宮城関水ハイムスーパーアリーナの外は、名護おしそうに足を運ぶファンたちで溢れていた。誰もがその瞬間を心の中で反数し、 友達や家族とその感動を共有していた。中には、ずっと涙を拭い続けるファンもいた。彼らは、こんなにも心に響くライブは初めてだった、と口々に話し、その言葉からも、ライブが彼らにとっていかに特別なものであったかが伝わってくる。遠方から宮城まで駆けつけたファンたちも、決してその距離を苦にしていなかった。むしろ、遠いところまで来てよかった、と話す声が多かった。 次はどこでライブがあるのか、と、すでに次の予定を調べるファンも少なくなく、彼らは3人のさらなるパフォーマンスを求めて日本各地を巡る意気込みを見せていた。このツアーは単なる一回限りのイベントではなく、彼らの音楽やパフォーマンスを通じてつながるコミュニティの形成にも寄与していた。また、彼らがこれまで辿ってきた道のりを振り返る投稿も多く見られた。平野翔ガンユータ、 神宮自由太が一緒に活動してきた年数や、グループとしての過去の軌跡を懐かしむファンたちの声も、SNS 上で広がっていた。特に、彼らがそれぞれ個別の道を歩み始める前の思い出や、今後の活動に対する期待感が語られることが多かった。それぞれが新しいステージに立つ姿も見たい、個々の挑戦を応援したい、という前向きな声が大半を占めており、ファンたちは彼らの新たな旅立ちにも寄り添う決意を示していた。 一方で、ライブで感じた、終わりの寂しさについて語るファンも少なくなかった。これまでグループとして活動してきた彼らが、今後どのような道を選ぶのかという不安を抱えるファンもおり、特に翔くんや岸くん、神宮寺くんの個別活動がどのように展開していくのかに注目が集まっていた。しかし、それでも彼らは決して悲しみに浸るだけではなく、彼らが見せてくれるであろう新たなステージに対する希望を胸に抱いていた。 宮城公演を終え、次に控えるツアーの都市に向けて、多くのファンが期待を寄せていた。各地のファンがライブの感想を投稿することで、次に参加するファンたちはその期待感を一層高めていく。特に、アリーナの開放席や、アーティストとファンとの距離感が近いという感想は、まだチケットを手にしていないファンたちにとって、次こそは絶対に参加したいと思わせるものであり。 ツアーの後半戦に向けてチケット争奪戦はさらに加熱するだろう。その後、宮城の街中でもファンたちはその日の感動を語り続けていた。ホテルのロビーやカフェでは、同じくライブを見たファン同士が偶然出会い、その感動を共有し合う場面も多かった。特に、地方から来たファンたちは、宮城という場所だからこそ、この特別な空間が生まれたと話し、現地の雰囲気や観光も含めて、 このライブが忘れられない思い出になったことを強調していた。地元の人々も、この大規模なイベントが街にもたらした経済効果や、ファンたちの温かさに感謝しており、地域全体がこのライブの成功を祝っていた。宮城でのライブは終了したが、ファンたちの心にはその余韻が長く残り続けることだろう。次の都市でのライブがどのような形で展開されるのか、そして彼らがまた新たなサプライズを用意しているのか、 ファンたちは期待に胸を膨らませていた。翔くん、岸くん、神宮寺くんのパフォーマンスは、その時々のライブごとに進化していくものであり、同じセットリストであっても、その瞬間瞬間で生まれる一期一会の感動がある。だからこそ、ファンたちは何度でもライブに足を運び、彼らの成長と挑戦を見守りたいと思うのだ。ライブが終わり、宮城の街が静寂を取り戻した頃、ファンたちはそれぞれの家路に着きながら、 次の彼らのステージを夢見ていた。ライブで受け取った感動は、彼らの生活の中でエネルギーとなり、日々の糧となることだろう。そして、いつの日かまた彼らと再会できるその日を楽しみにしながら、ファンたちはそれぞれの場所で彼らを応援し続けていく。ファンとアーティストが一体となったこの特別なライブは、まさに、ナンバーワンツアーという名にふさわしいものだった。音楽だけでなく、 心と心がつながるその瞬間を共有することで、生涯忘れられない思い出となったことだろう。彼ら3人が紡ぐ次なる物語はどのようなものになるのか、今後もその成長と活躍を楽しみにしているファンたちは、再びその日が来るまで、心の中でこの日の感動を大切に抱き続けることだろう。